今回は花粉症ハイカーの救世主のようなこちらのライフマスクサポーターを紹介します。口元空間マスクサポーターです。プリーツタイプのマスクに取り付けて口元の空間を確保するアイデア商品です。使ってみた方が分かりやすいと思うのでプリーツタイプのマスクに取り付けてみます。こちらの突起部分をプリーツに差し込むだけです。こんな感じ。そして反対側も差し込むだけです。そして位置を調整して完成です。鼻の部分を曲げて。もうこれだけで立体的です。話しても唇がマスクに触れることがないです。もう快適。こちらがつけてないプリーツタイプマスク、この状態だと話すとここがこう動いて、これが息苦しいらしいです。これをもう動かないようにして息を吸いやすくしてます。サポーターをつけてない状態だとほぼ一点この辺だけで息を吸おうとするのでべっちゃり結露する、そういうことになるらしいんですが、空間を広げることによって空間全体で息を吸うらしくて、実際にハイキングで使ってみてもすごく結露しづらいです。一山登ってもこの辺が少し結露する、そんな感じです。つけるとつけないとではもう全く違いました。結構便利です。取り付け方もシンプルで費用対効果の高いアイデア商品だと思います。テレビでも紹介されたようでかなり人気商品のようです。小さなマスクの時はこの部分をカットして調整もできます。実際に登山で使うと普通の息の時は吸いやすいです。ただしやっぱりあのゼーゼーハーハーの時は少し動いてしまいました。一つ欠点が、商品が小さくて透明なので洗った後にその辺に置くと行方不明になります。もちろん洗って何度でも使うことができます。今回は一般的なプリーツタイプのマスクを快適にするこちらのライフマスクサポーターを紹介しました。なかなか快適です。花粉症ハイカーの人にもおすすめです。